はい、こんにちは。こんにちは、青木仁です。佐伯亮です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラストだね。はい、ラストだよね。あ、俺もう一人いました。あ、そうなの。すいません、そうなの。僕が佐伯くんラストです。ラストですか。うん、はい、楽しましてね。お願いします。はい、はい、お互いの第一印象ということで。はい、じゃあ俺これ言っていいですか。覚えてる。俺は、あ、覚えてないです。覚えてないけど。覚えてないでしょ。そう、俺もね、これ最初に謝りたかったんだけど、はい、覚えてないの、佐伯くん。覚えてないですか。第一印象、初めましていつしたっけって覚えてなくて、うん、多分結構前からちょこちょこ会ってたじゃん。なんか、ってまあ舞台に行かせてもらった時とか、うん、まあサンプラスのとかちょこちょこ会ってたけど、なんだろう、ちゃんと話し出したの最近じゃない。確かにそうですね。そうを踏まえて言ってくれるじゃん。いいっすか。先に俺ちょっと変な発言するかもしれないですけど、注目ですよ。俺が女ならめっちゃ好みの顔す。ちょっとどう捉えたらいいのかな。俺は喜んどいたらいい。ジンくんの顔めっちゃ好きっす。女性だとしたらね。俺が女性だとしたらめっちゃ、うん、俺がタイプな顔です。別にりょうくんがこっちとか言うわけじゃなくて、じゃなくて普通にめっちゃ好きな顔。よかった、もうちょっとドキドキしちゃった。俺マジで好きな顔。本当に、うん、俺ガチで好きなのです。ちょっとね、サンプラスのクロストーク初こんなベタ褒めされてちょっとテンパっちゃってるけど、ありがとう。はい、俺がそうかな。なんか写真見たんですよ、ジンくんの。なんかで会う前とかかな、会ってからかな、うん、でも写真見てる、うわめっちゃかっこええって思って。さあマジっすよ。ほんとに、うん、で、俺めっちゃ好きな顔だったから。ほんとにあんまりここまで上げてくれる人いないから、ちょっとここ数ヶ月で一番のこの内に秘めてる喜びかもしれん。ほんとっすか。うん、でもマジで。マジで、ありがとう。ベース。俺言っていい。言っていい。俺も会う前から知ってて、りょうくんのこと、はい、その時、まあ、写真とか見てて、うん、あ、綺麗そうな、なんだろう、もうキラキラってしてる爽やかイケメンなのかなって思ってたの、はいはい、で、まあ初めまして忘れちゃったけど、忘れちゃったね、会っていく中で男らしいなって思った。マジですか、うん、そう、ちょっとマジですか。よく男らしいなって思って、はい、で、まあ見てたら広島出身なんだよね。そうですね。そう、関西の方の感じだなって喋ってて思った。そうですね、うん、もうバリバリ広島弁使ってます、ね、で俺出身は大阪なんだけど、中学高校と愛媛県住んでたの。あ、そうなんですか。そうで、四国中国で、もう知ってたから勝手に親近感湧いてたとこはあった。あ、確かに。だから方言近いですもんね。そう、愛媛とか野県、野県邪系だよね。邪系ですね、野県ね、とか。あー懐かしいね。愛媛県行ったんですよ俺。え、いたの。いた、で、そう言ってた。あ、友達が。友達が、そうそう行ってこう、怖いとかね、何ですか。行ってこわい、うん、あ、使わない。行ってこわいってなんすか。愛媛だけなのかな。じゃあ行ってくるねみたいな。言わん言わん。え、行ってきますって。そうなの。あ、ちょっと行ってこわいって。言わん言わん。大義は大義。大義言います。言う。大義は、大義わかるかな。もう広島のあれっすもん。広島、え、愛媛もだよ。違いますよ、やめてくださいよ。いや、愛媛広島の大義っすね。え、そうなの。マジっす、マジっす。本家、これ本家っす。本家、ちょっと、某アプリのスタンプが僕ちょっと使ってるんですけど。 あ、使ってるね。あれちょっと大義大義。え、そうなんだ。じゃあ俺負けた。いや、愛媛もなんですか。愛媛も、そう、愛媛もまあ面倒くさいとかみたいなね。わー大義って、うん、言いますね。あんま使ってなかったけど。でも何ですか、言うよね。もうなんかこの間広島帰った時もすっごい使ってます。本当に。バリバリバリ大義マジやとか。意外。中学校の時とかね、あー授業大義とか言ってた。あー、そうっすね、うん、もうなんか大義使わない日ないっすね。うん、結構ね、向こうじゃ頻繁なんですよ。ちょっと話それちゃったね。だいぶそれました。それちゃったね。そう、まあごめん、まとめようか。まとめますか。いいね、じゃあ俺がジン君に、うん、ジン君に対しての第一印象は、めっちゃタイプの顔です。こっちとかそういうのじゃなくて、純粋にね。本当に純粋に、マジでいい顔っす。俺の好きな顔です。はい、では、はい、会ってみたら男らしいなって。いや、初めて言われた。まあ、お互いちょっと初めて言われたもの同士だからね。今後もね、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。今回こんな感じで
ありがとうございました。ありがとうございました。